こんなところで死んでる。いや、先やっちゃおう。あそこ強いね。俺それ強いと思うよ。え、やめてさかな。ちょっと本当に。じゃあかんって。え？で、はしごの音が一切聞こえなかった。え？犯人分かってるんで言っていいですか？お、誰ですか？はしゆさん？本当にこれはちょっとめたいでしょう。あ、でもわかるわかる。確かにね、スナパイさん、スナパイさん私も結構同意。はい、まあいや、スナパイさんのからの情報。はい、あ、死体がラウンジのトイレ前にあるんですけど。はい、やっぱそういうところにあるよね。だってスナパイさんとすれ違ったもん。うん、アーカイブ、あ、僕名誉脇でね、アーカイブからラウンジに入った時に、そのラウンジとアーカイブの入れ目、切れ目のところで足湯さんとすれ違ってそのまま死体発見す。ちなみにあの、はい、あのサントスさんがあの足湯さんって言った理由は何かあるんですか？あ、私スナッパーさんとほぼ私がメイン脇で先にアーカイブまでついて、ラウンジから、入ってくる足湯さんとアーカイブで合流してくるのもスナパイさんがシャワー室アーカイブって言って発見してるんで、まあスナパイさんのセルフも一応存在するんですけどやる意味ないので、まあ足湯さんかなと思う。ああなるほどね。じゃあほぼほぼお二人が足湯さんがラウンジ方向から出てるの見ちゃってるってことですね。いやでも一応貨物脇が他にないか笑いたいかな。一応貨物脇はオラフ君。ちょっと待ってください、質問があって、貨物脇はオラフ君。これ足湯釣りが正解ですか？これ足湯釣りが正解ですね。はい、ちょっとそれだったらマジで僕釣られるじゃないですか。いや、そうならなくても釣られるわ、僕の中で。あ、でも一応、第三者の犯行の件も入れたいんだったら、うん、慎太郎さんキッチン、僕もキッチン、高田さんと魚さんがエンジンの左にいたんで、この4人は絶対無理です。いや、僕的に考えても無理ですよ。あ、じゃあ、あとハイブリさんか、ハイブリさんの場所。金庫室で高田健司と会って、その後、初めて。無理や、もう無理や。はい、一人でヌーンを独占してました。もう無理や。ヌーン独占っていいなと思ってます。でも、一つ考えてほしい。これ真面目に考えてほしいんですけど、僕、その状況でキルするかなって、アーカイブ脇にも可能性があるのに、そこのトイレでいきなりキルして、そのアーカイブの方に普通に歩いていくかっていうのを、それだけちょっと考慮したい。わ、はい、かりました。まあまあまあ、まあ。これはですね、スナパイとアシューさんローラーですかね。なるほどな。うん。考慮しよう。あ、考慮しよう。結果、コミサボ、コミサボ鳴らしたほうがいい。コミサボ。次ボタンを押しますね。コミサボ、コミサボ。足湯だ。足湯高田です、これは。足高です、足高。魚がめちゃくちゃついてくるんだけど。イルマキルしたら足つくだろうからね、無理。やだやだ。え、何？何この人。え、タスクしてないでしょ。え、何してんのこの人。あ、もう一人いる。え？何何何？何なの？え？何この人？え、わかんない、めっちゃ怖いんやけど。あー、スナパイさんがローラーされてる。ローラーの手間が省けましたね。あれ、あの一応後で見たんですけど、展望1ずっと動かなかったですけど、展望1の人います？最後10秒くらい。じゃあ展望だ。バイバイじゃん。
多分それは偽装もないと思ってて、まあ、僕、うん、電気室で砂場屋さんとすれ違ってセキュリティ方面に多分行ってるんで、その情報多分合ってると思いますね。うん、少なくともね、ミーティングルームには死体がなかった。1キル目が 1% ぐらいサントススナパイがあったんで、これなくなりましたね、サントス。うん。あの、魚さんだけは白だと思います。おー。ずっと一緒にいました？なんか、ずっと追いかけられてました。怖最後、10秒前に金庫室の人って誰ですか？あ、多分ピッツ。あ、魚さんか。あ、魚さんなんだ。あ、10秒前か、そうだね。うん。私、その前だわ。じゃあ分からんな。普通に結構早めに死んだと思う、スナパイさんが。レポートの多分に、うんうんうん、結構あの展望デッキの位置が長かったんで、もう25秒くらい経ってる気がしますね、死んでから。ハイブリなんですが、アルマさんの動きがちょっとだけ気になってて、はい、リアクターなってる時、シャワー室にいて、僕が資料室、アーカイブから、リアクターの方行ったんですけど、そのままシャワー室の下に行ったのはなぜなんでしょう。直しに行かなかったのが、ちょっと気になりました。どうせアシューさんで連れてるからお土産発生しないし直さなくていいかなと。タスクやっちゃいました。すいません。申し訳ない。あ、いえいえ。了解です。それだけ気になってました。白いな。まあでも、あの、サントスさんってコクピットに、あの、最初の方に来たじゃないですか。うん、行った行った。あの時ってどういう経路ですか？宿舎前エンジンコミュニケーションコクピット。はいはい。サントスさんってどれくらい見てました、アドミン。15秒くらいは見たっけ。そんなもんか。てか私キッチンで慎太郎さんとのすれ違いの後に展望の方に多分行くスナパイさんも見てるんだよね。だから名乗りじゃなかったから多分スナパイさんって合ってるかなと思ってるんで、そうなるとサントス目線慎太郎さんってありそう。1票入ってる。あ、ありえはするよ。ありえはするけどわざわざ出すかなっていう状況。まああとタスクで勝てると思ってます。足わかんないわ。とりあえずなんで俺は魚に追いかけられてたのかがわからん。まずあ、なんなんだ。青青おせんべい赤、青青おせんべい赤、青青おせんべい赤、青青おせんべい赤。何何、もう何なのこの人たち。たまたまめっちゃ来るやん。嘘やろ。オレンジ、誰オレンジって魚。こんなところで死んでる。いや、先やっちゃおうと。こっち、魚さんが死んでる。あ、魚の死体はでも見つけてました。おレポートしてないけど、あのセキュリティのあのタスクのところのあのゲーセンみたいな機械の上に死体がありました。なんか乗ってた感じなんですか。乗ってた。ああ、そこか。慎太郎さんは絶対無理です。そうですね、僕目線もアルマさん厳しいと思います。ほぼ2人で動いてた感じ。あ、いや、タスクが終わってボタン連打してて慎太郎さんもミーティングにいたって感じです。あ、なるほど。じゃあ2人は弾ける感じか、はい、それ以外はなんか編集視点俺が無理でしょ。ハイブリさんってあれかバイタルいたっけか。シャワー室あたりからずエレクトリカルメディカルまで剣士といた上で最後貨物室で停電直したのが俺。おお、だから絶対俺無理。あ、エレクトリカルでもハイブリさんと合ってるから、うん、無理かなと思う。あ、そうですね、サントさんも一緒にいてくれましたね。うん、だからピカ君かやっぱりアルマさんか。アルマさん今回はきつそうだと思いますね。そう、だからアルマさんきついって話が出てるね。私ね、最終宿舎前通路だね。ね、ルートとしては貨物脇から診療所のタスクを終わらせてエレクトリカル電気室入った後にメインルーム抜けていてエンジンルームのタスクを終わらせて宿舎前通路。あ、でもハイブリッシュ一応剣士が殺してたは、あ、一応はあるけどぐらいか。あ、じゃあないんだ。ハイブリッシュさんのバイタル見てない。見てないんだけど。あ、見てないのか。
スナパイさんのキルの時にどっちにしろ足湯さんが連れてて剣士と魚さんが無理なんだから剣士ないんだそもそも。うん、うん、だから多分3私目線だとねほぼサントスさんかピカクロスの2択になるんじゃない客観視点でも。初手釣ったのに足湯さん初手釣ったのにあれはでもスナパイさんという存在がいたからやらざるを得なかったって説はあるのかなと思う。あ、オッケーオッケー、多分サントスさんまで落としてもらえれば多分大丈夫だと思うからもう一回ちょっと議論してもらってやってもらえれば。なんか霊界から聞こえたな。ナイス。レポートが正解だったかな。ちょっとさすがに部屋変えましょうか。ちゃんとすぐ回収したな、シュウさん。ガチでインポスターです。わかりましたよ。